懐かし昭和エンタメ、今回のテーマは小泉今日子さんシリーズ10です。ヒット曲、なんてったってアイドル、あなたに会えてよかった、木枯らしに抱かれてで有名な82年デビューのアイドル小泉今日子さんの80年代当時にスポットを当てて魅力を紹介していきます。デビューの裏側やヒット曲の裏話などを覗いてみたいと思います。このチャンネルでは昭和エンタメにスポットを当ててその魅力を紹介する動画を日々アップしています。楽しんでいただけたらチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします。では、行きます。小泉今日子さん、シングルスターダストメモリーや魔女をリリースする頃には80年代の女性トップアイドル松田聖子さん、中森明菜さんに続く安定の3番手としてシングルナンバーワンヒットを連発するなど確固たるポジションは確立していました。そんな85年に始まった番組夕焼けにゃんにゃんから生まれた普通の女子高生アイドルグループおにゃんこクラブの登場で女性アイドルの勢力図に変化が起きようとしていました。既存のアイドルたちにとってまさに脅威だったのです。そんな中、小泉今日子さんの担当の音楽ディレクター田村さんはそれを超えるインパクトのある作品を求めてあえてそのおにゃんこクラブの仕掛け人である秋元康さんに作詞をお願いすることを決めるのでした。そして作曲は前作魔女を含め小泉作品を何度となく手掛けていた巨匠堤恭平さんに依頼します。田村ディレクターの依頼の下で堤恭平さん、秋元康さん、コンビで2曲作ります。作曲の堤恭平さんには作曲専攻で1曲、作詞の秋元康さんには歌詞専攻で1曲という形式をとって、良い方をシングルにしようという展開になったのです。そして堤さんの作曲専攻で出来上がった曲、ウブという曲と秋元さんの歌詞専攻で出来上がったなんてったってアイドルの2曲がシングルの候補として挙げられました。どちらの曲もアレンジは風のマジカルの編曲を手掛けたサギス史郎さんで、一説によると実はなんてったってアイドルの方については編曲も2タイプあって、サギス史郎さんと迷宮のアンドローラの編曲を手掛けた船山元樹さんの2人に発注があって、船山元樹さんご自慢の電子楽器である例のシンセサイザーでアレンジしたことがあると船山さんのご自身の自伝に書かれているそうです。さて、出来上がった2曲ウブとなんてったってアイドルの2曲協議の結果、なんてったってアイドルが小泉さんの17枚目シングルになることが決定します。そしてウブは後の86年リリースのアルバム京子の清く正しく美しくに収められることになりました。この曲ウブという曲も小泉さんのシングルとして発売される可能性があったと思って聞いてみると、とてもおしゃれでポップなラテン風リズムのダンスナンバーで、シングルとしても全然違和感のないように思いました。一回聞いてみてください。こうしてシングル曲に決定したなんてったってアイドルでしたが、曲を作っていく途中でいろんなアイデアが出されていろいろ付け加えられていきました。例えば曲の出だしをライブ仕立てにしようかと田村ディレクターが言い出して、観客の声が欲しいなぁとか手拍子の音が欲しいなぁという話になったりします。小泉さんの渋谷公会堂での実際のライブ音声からそういう音を抜き出して作りました。また歌い出しの部分で小泉さんがゆっくりと歌うなんてったってアイドルという歌詞から始まるアイデアは作曲の堤恭平さんの提案だったそうです。そしてサビのなんてったってアイドル、私はアイドルの後の You are an idol という男性コーラスの部分は、普通ならもう少し控えめな音にするところをあえて通常ではありえない大きめのバランスにして、この曲の面白さとかインパクトを出そうと、ある意味ラフに大胆気味に音をミックスしたとミキシングエンジニアの高田さんが語っていました。また曲のタイトルに関しても、最初はこんなに安易なネーミングでもいいのかという意見も出てきて、レコード会社内部でも物議を醸すこともあったそうです。さて、当の本人小泉今日子さんがこのなんてったってアイドルという曲を初めて聞いた時はどう思ったのでしょうか。小泉さんはこのように語っています。皆さんがよく私の代表曲に挙げてくださるなんてったってアイドルは本当に歌うのが嫌でした。これ私が歌うんだって、また大人が悪ふざけしてるよって思いました。ただ客観的に考えた時に、こんな曲を歌えるのは他にはいない、小泉今日子私だけだろうという自信はありましたし、そのような周囲の期待を感じてはいました。だから歌いました。こんな感じでいつも
主観の自分と客観的な自分の二つに分裂していて、何かまるで違うことを同時に考えているという感じなんです。そしてその時々に応じてどちらかの声に応えたり、その真ん中を探ったりする。それは今も変わりません。作曲の堤さんが提案したイントロで、なんて言ったってアイドルと高らかに宣言するように歌うところ、あれはすごいですよね。ヒットする曲って1音目から様子が違いますものね、とこのように言ってたそうです。この曲、当時富士写真フィルムのカメラカルディアの CM ソングとして使用されて、小泉さん本人も出演しています。小泉さんは最初、この曲は歌うのが嫌だったという話を受けて、小泉さんの音楽制作の田村ディレクターは言います。シングルはタイアップなんかがあると、スポンサーや事務所をはじめ皆さんが納得できるものを作るのがレコード会社の仕事なので、本人が好きだの嫌いだのを言ってられないじゃないですか。ただ実際は小泉さんに現場で好き嫌いをあまり言われたことはないですけどね、と言ってました。こうして小泉今日子さんの17枚目のシングル、なんてったってアイドルは85年11月21日にリリースされました。オリコンシングルチャートでは初登場で1位を獲得し、日本テレビザトップ10や TBS のザベスト10では最高位1位に輝いて、約28万枚を超える売り上げを記録するヒットとなりました。このヒットで、この85年の大晦日、NHK 紅白歌合戦に出て、この歌を歌って、2年連続2度目の出場を果たしたのです。しかし、渚のハイカラ人魚で小泉さんが初めて1位に輝いてから続いていた、12インチシングルを除くシングルレコードの連続1位の獲得は、この曲を最後にストップしてしまいます。翌年の86年に入ると、おにゃんこ現象はますます絶頂期を迎えていて、80年代の初期に始まったそれまでの女性アイドルブームはある程度のピークを迎え、次の新しい形のアイドルブームへと大きく変わっていくことになっていきます。続く小泉さんの18枚目のシングル 100% 男女交際は86年4月30日にリリースされました。作曲魔界の浩二さん、作詞麻生恵子さん、編曲山川悦子さんでした。魔界のさんは小泉作品でおなじみの作家です。作詞の麻生恵子さんは小比類巻薫さんの Hold on Me や徳永英明さん最後の言い訳や中森明菜さんのブロンドの歌詞を手掛けました。アレンジの山川悦子さんは過去にスタジオミュージシャンとして松田聖子さんや小泉今日子さんのガイドボーカルを担当していました。そしてこの 100% 男女交際で日本レコード大賞編曲賞を受賞して、女性史上初の編曲賞受賞者に輝きました。 100% 男女交際、この曲はオリコン2位、ザ・ベスト10 4位、ザ・トップ10 2位でした。続く19枚目のシングル夜明けのミューは86年7月10日にリリース、オリコン2位、ザ・ベスト10 6位、ザ・トップ10 5位を獲得しました。この曲で NHK 歌合戦の3回目の出場を果たします。田村ディレクターによると、夏場はみんな勢いのいい曲を出してくるけど、わざとおとなしい曲をぶつけてみたということでした。作曲堤恭平さん、作詞秋元康さん、編曲武部聡さん。武部さんは寺尾明さんや久保田咲さんのバックバンドに参加したり、松任谷由実さんのコンサートツアーの音楽監督を担当したり、斉藤由貴さんのデビュー曲卒業を編曲したり、またテレビ番組の音楽を担当したりと多彩な音楽プロデューサーです。この頃の小泉今日子さん、揺るがない独自性を持ったタレントのイメージが出来上がっていて、いろんなクリエイターから注目をされ始めて、映画やドラマ、CM にも活躍の場を広げていました。楽曲制作に関しても、面白くて新しいことをやる人というイメージを生かした挑戦をレコードリリースをするごとに続けていました。この小泉さんのイメージとは、本人のキャラクターとスタッフたちの戦略とどの程度混ざり合っていたのでしょうか。音楽制作の田村ディレクターが言うには、様々なジャンルで活躍していた小泉さんでしたが、音楽のスタッフ、ドラマ、映画、また雑誌などといろんな方面のスタッフがいろんな目線でやっていました。それが総合して小泉今日子という存在が出来上がっていったんだと言います。音楽というジャンルは目立つのでメインのように言われがちですが、そんなことは全然なくて、音楽制作で困った時には、小泉さん、次は映画でこの役やるからそのキャラに沿って作ってみようかと、映画からインスピレーションをもらうということももちろんあったと言います。また CM でやっていることが面白いからと、この人と一緒にやってみようかなんてこともあったりして、それぞれのジャンルでお互い様の部分が大いにあったんだろうと言います。歌としての個性はどうとか、
本人のキャラクターとしての個性はどうとか、考え方としての個性はどうとか、またこんなことをやったら面白そうだとか、そういうことをやっていて、当時の一般の方が思い浮かべていた小泉今日子像というものが出来上がっていったんだと言います。続く小泉さんの20枚目のシングル、木枯らしに抱かれては小泉さん自身が主演した映画僕の女に手を出すなの主題歌です。ご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは昭和エンタメにスポットを当ててその魅力を紹介する動画を日々アップしています。楽しんでいただけたらチャンネル登録といいねボタンをよろしくお願いいたします。コメント欄にはめったに聞けない当時の貴重な実体験情報や皆さん独自の思い出を書き込んでくれていますので、そちらもなかなか楽しんでいただけますよ。それではまた別の動画でお会いしましょう。